岸和田への人気になりました。予選競争の第3レースは枠なり3対3の進入体系です。進入園から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒。スタートしました角1、4コースから4番石綿、そして内枠両者もいいスタート。さあ4番石綿が動いていきまして、角から絞っていきます。差し込んでくるのが2番の伊藤でバックストレッチへと入ります。4番の石綿がどうでしょう、ようやく江戸川の1着見えてきたんでしょうか。2番手には2番の伊藤、やや離れまして3番の広瀬が3番手です。スタートは前提正常でした。角からまくってきました4番の石綿、先頭で1周に枠をクリア。2番手が2番の伊藤、そして3番手ですが3番の広瀬がキープしていきます。ホームへと戻ってきまして、現在の体勢は4番、2番、3番の体勢。その3番広瀬の後ろに定審査1番のいくらが追っていきまして、レースは2周回目と入っていきます。2周回目1マーク、4番の石綿哲平がトップで回っていきます。2番手、2番の伊藤、そして3番手が3番広瀬と回って、その内側をついては1番のいくら。バックストレッチに入ってきまして、3番手は3番広瀬がキープしていますが、2定審から3定審査で1番のいくらが迫ってきました。2周にマーケット移っていきます。4番の石綿哲平がトップで2周にマークをクリアしていきます。2番手が2番の伊藤慶三です。3番手ですが3番の広瀬の懐、1番のいくらの差しですけれども、3番の広瀬が3番手をキープしています。現在の体勢変わらず、4番、2番、3番の体勢で大時計前を通過していきまして、レースは最終周回へと入っていきます。江戸川初一着が平成7年の6月でした。そこからおよそ25年、哲平ファンを半年ちょっとじらしてしまいましたけれども、どうやら江戸川300勝が見えてきたようです。4番の石綿哲平トップで最終端幕に向かいます。2番手が2番の伊藤慶三、3番手が3番の広瀬真也で最終端幕です。4番石綿、2番の伊藤、そして3番の広瀬と最終端幕をクリアしまして、まもなくゴールを迎えていきます。江戸川300勝4番石綿おめでとう。2番手2番の伊藤、3番手が3番の広瀬、ゴールイン。その後ろ1番いくら、5番の森作、6番の秋田ゴールインしています。